アメリカ合衆国の女優。これまでアカデミー主演女優賞にノミネートされた8番目の黒人女優である。ニューヨーク市ブルックリに出身。父親はセネガル出身のタクシー運転手。母親はアメリカズ・ゴット・タレントの第5シーズンに登場した歌手アリス・タン・リドリー。ハーレムで育ち、決して裕福な生活ではなかった。高校卒業後は、 ニューヨーク市立大学シティカレッジ、マーシー大学へ入学し、受付の仕事をしながら、大学に通っていた頃に、プレシャスのオーディションを受け、見事に役を獲得。同作が彼女のデビュー作となった。もともとは演技志望ではなかった上に、当時25歳であったが、16歳の高校生で、父親の子を見ごもり。 モニーク演じる屈折した母親から虐待を受ける、主人公の黒人少女プレシャスを見事に演じきり、同年のゴールデングローブ賞、アカデミー主演女優賞などにノミネートされた。大型新人女優として、一躍スターダムにのし上がった後も、人気テレビ番組、サタデーナイトライブのゲスト司会者を務めたり、オリバー・プラット、ローラ・リニーラ出演のテレビドラマ、 ビッグ C へ出演したりしている。プレシャス出演がきっかけで、母親役で共演したモニークやプロデューサーを務めた、オプラ・ウィンフェリーらがホストを務めるテレビ番組へもゲスト出演している。2010年4月には、同映画のプロモーションのために初来日を果たし、六本木にある映画館で行われた試写会に出席している。ありがとうございます。